あら。ゲイ。危ないな。収録はできてるね。オッケー。で、この一発撮りを、はい。そのまんま、乗っけるわ。普段の配信みたいな感じで。いいよ。いきますか。いいねぇ。うい。でね。はい。はい。まあ、今何やってるかというと、はい。何やってたんですか、僕たちは。実はですね、粘土をたくさん集めてたんだよね。はい、そういえばね。そうなんだよ。新企画のためにね。はい。で、なんと今ね、マイナス7000ブロックも移動して、お、あの、湿地が見つかんなかったんで、普通に、川底で、粘土をね、削りまくってます。なるほど。あ、じゃあ僕は、湿地探、別の方角で湿地探してくるんで、来たら、あったら来てよ。行きます。え、どっちの方角行ったの、ちなみに。ほんとね、マイナス7000だね。X 座標の方に進んだわ。もうそれ以外は、ほぼ拠点と同じ。OK。もう単純に X 座標だけめっちゃ探してみまーす。うい。このね、作業をお届けする。そうそうそう。さっきね、はい、あの、あ、すいません。おいあの、早く、いち早く発見できるように、マイクラの設定いじって視野をめっちゃ広げてきた。お、いいじゃないですか。そうなんだ。そう。ちょっと気持ち悪いんだけどね。そうそうそう。その細かい設定結構ね、あるからね。そうそうそう。やっぱね、難しいけどね。難しいんですよ。むずいんだよ。まあ、とりあえず、今日は、なんだろうな。その門の周りを完成させちゃおうかな。なるほど。そうそう、一応さ、入り口の門だけできてたじゃん。うん。そう、だから、入り口をとりあえずね、こんな雰囲気だよっていう、イメージをね、ちょっと、みんなにお伝えしなきゃいけないんで。そうだね。そうそうそう、こういう雰囲気の建築をするぜっていう、意思表示をね、していきたいと思います。もうね、超巨大よ。バイオームレベル。バイオームレベル、ね。バイオーム作るかじゃ。レンガバイオっていうレンガバイオームで。レンガバイオーム作るしかないんだよ、もう。我々が新たなアップデートを加えていくか。そう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 。なんかさ、なんとなく、雰囲気ちょっと伝わりにくいと思うんだよね、昨日も一回説明したんだけど。そうだね、ちょっと。そうそうそう。うん。まあ、すごいことをするんだろうなっていうのは分かったけど。そうなんだよ。ちょっとね、あんまりちょっとうまく伝わりにくいんだよな。まあ、端的に言うと、まあ、レンガの街並みを作るっていうね。お、村あるね。うい。いや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 、ほんとね、長期企画ですよこれ。そう、もう言わなきゃやんないと思ってさ、俺は。そうだよ。そう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 、誰も中澤は特にね、しない。そう思ってるだけでね、始めないっていうことが多かったんで、宣言することによって、そうなんだよ、もうやらざるを得ないと。そうそうそう、しかも公にね。まあ、親父って言ってもあれだけど、まあ、証拠が残っちゃってますからやるって言った。そうだよ、逃げることは許されないんで。そう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 、もう自分を奮い立たせていこうっていうね、プロジェクトですよこれ。どうやって登るんだ。いや、完成させたいね。ぜひとも、ぜひともね。よし、いいぞ。いいね、普通の川底でも意外とね、粘土あるもんだね。へえー。うん。
まあ、やっぱ湿地の方がやりやすいけどね。ダントツであるからな。ダントツであるもん。でやっぱ水中採掘がでかいね。ああ。水中採掘なしで昨日一回間違って行っちゃったんだけどさ。うん。全然違うと。かかんだよ。そうそうそう。水中採掘あったらさ、もうバババっていくんじゃん。うん。ないと、あの、地上で、丸石掘るぐらいの時間かかっちゃうんでね。一個掘るの。採掘があればね、砂みたいにもバババババババッと、効率強化5のシャベルでね、いけるんだよね。いやいやいや。やっぱさ、これからさ、はい、就職なりね、進学とかするわけじゃん。はい。ってなってくるとね、やっぱ、編集の時間とかがさ、やっぱおのずと少なくなるわけですよ。そうだね。そうそうそう、うん。でもそこでどうしたらいいかなってちょっと考えたんだけど、まあ、しっかり喋って、編集をあんまり必要なくするっていう。ああ。のね、一回、まあ、個人的に試してみたいと思って。なるほどね。うわ、すげえ、ここ。お、なんすか？いやな、すごい見た目の場所があっただけです。なるほどね。なんか、超巨大な空洞のある崖みたいな。はい、ああ。なんか、すごいかっこいい場所があっただけです。あるよ、ね、鉱山バイオームとかにさ、あるよね、そういうの。そう、ありえん削れ方された。ね。で、なんかさ、ちょっと油断するとさ、うん、あの飛んでる時とかそこにぶつかるんだよね。そうそう。読み込まれんの遅くて。あるんだよな、時々。そう、鉱山に来た、だからわざと高めに飛ぶもいつも。なるほどね。ちょっと雲の上とかでね。そうそう、雲の上。はーい。あんまり粘土ないな。やべえ、また海出ちゃったわ。ねえ、全然見当たらないんだけど。いや、ないね。意外と少ないんだね。おい。あれあれあれ。ちょっとバグってたな、今。今、ちょっとバグった。ね。画面何も表示されなくて、今、方角わかんなくなった。そうそうそう。なんかさ、多分、レルムのワールド広げていくことによってさ、ちょっとだけサーバー重くなったりとかしてんのかな、やっぱ。そうだね。ね。あ、なんかわからん。おお、バグってるバグってる。なんこれ。飛んでるときにこれ出るとビビるよな。よし。おお、また別の村来ちゃった。ビビってるわ、さっきから。もうさ、今さら村探さなくても、なんか自然と見つかるよな。よしよしよし。村探そうとするとあんま出てこないけどさ、ただ飛んでる時とかに、うん、急に村現れる率高いよな。マイクラが落ちたというね。え？珍しいな。レルムで落ちんのなかなか珍しいね。ね、相当移動しちゃったんだろうね、突然。負荷をかけまくっていくか。方角わかんなくなっちゃったの、急に画面ブラックアウトしたから。いや、だからやっぱさ、うん、結構パソコン重い現象に苦しめられてんじゃん俺ら。そうだね。だからあれだよね、就職とかした後はさ、うん、買わなきゃね。そう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 、俺らそういうことしちゃう人だからね。しちゃうんだよ、すぐやっちゃうからね、そういうこと。拠点の座標何本ぐらいだったっけな、もう全然わかんねえや。ゼロゼロ目指していけば、知ってる場所には必ず出るよ。そっか。うん。初期スポーンって大体そんぐらいだしね。うわぁ、また、森林バイオームまで来てしまった。いや、待って、また、またツンドラか。ね、ツンドラが多い。あれ、これ来た場所か、もしかして。もうツンドラいいな、さすがに。来た場所臭い。
お。間違って戻ってきちゃったかな。なるほど。読み込みが遅い。やばいね。待って待って、怖い怖い。なんか壁とかにぶつかりそう。何も読み込めんや。怖い怖い怖い。怖いよな。シッチ来た？あ、シッチ来た。シッチ、ちょいシッチだ、ちょいシッチ。マジか。じゃあ、とりあえず、ちょっといきますね。微妙だよ、微妙。ちょっと待って、じゃあ、はいね、寝るか、寝るは一旦。あ、夜か、今。寝ました。おい。あぶね、あぶね。なんかおるんだけど、やべえやつ。どウィッチかウィッチング、おったわ。ちなみに座標は？座標はですね、X-4257、Y64 です。まあ結構近いな。採掘し始めるわ、じゃあ。うい。粘土ありました。いいね。俺もね、結構集まってるんで、今。もうちょっと集めれば、1ボックスぐらいはいけそう。おなんですよ。あれ、Z 何本ぐらいだっけ ?60 つってね。Z はいいんじゃない60、Y60。Z は1106。あ、OK、OK。X はマイナス4200。うい。おい、それは俺の粘土だぞ、ゾンビ。ほんと？ゾンビに回収されちゃった。ゾンビーフじゃん。ゾンビーフ。ほんと、この辺、この辺か。で、こっちね。よし。ザクザクですよ。いいなぁ。多分そろそろね、つくんで。あと500ブロックぐらい。意外と近場にいたっていうね。まあ、ね、まぁ、ちょっと小規模だけど。まぁまぁまぁ。まぁ、奥まで入ればいっぱいあるかもしんないな。そんなにね、1ラージチェストぐらいは取りたいね。多分この辺のはずなんだけど。見えてこないな。マイナス4295、62、1074。あ、1075。うん。オッケーオッケー。まあ、Z1075 ね。Z なの ?Z、あ、そう、そうだわ。Z1070。うい。あ、Y と Z が勘違いしてた。うい。まあ、もうそろそろ、それでも。普通にあるよ、まあまあ。うい。ああ、なんかそれっぽい場所来たな。採掘してるやつ、水中におる。違った。ここじゃなかった。ここじゃなかったけど、なんか結構粘土あるわ。お、湿地じゃん。本当だ。あ、でも、めちゃくちゃあるじゃん。あ、いるじゃん。おい、めちゃくちゃ広いじゃん、ここ。結構ある。めちゃくちゃ広いぞ。よかった。おい。なんかさ、うん。拠点の近くの湿地めっちゃちっちゃいじゃん。そうだね。ね、だからあんま取れなかったけど、こんだけ規模あれば。もうね、大採掘時代や。枯らしていこうか。枯らしますか。いやー、もうレンガ建築に手出しちゃうのってもう沼だよな。マイクラのサバイバルで。よしよしよし。いいね、湿地やっぱ。
あんまさ、地上のモブに襲われないのでかいよね。そうだね。ね。最初、水の中の方がね、ちょっと怖い感じだったけど。水中呼吸とかあれば何も問題ないからね。ね。水の方が安心して暮らしてるわ、今。よし。いいじゃん、いいじゃん。たっぷりあるな。ね。いいぞ、いいぞ。うい。今さ、うん、あのシャベルに幸運つけて掘ってんだけどさ。うん、めちゃめちゃ一瞬で溜まる。前から落ちた甲斐があった。確かにね、この規模の湿地はね、前から今年がやるわ。いいね。しかもね、ちょっと息つらくなったらさ、上に、うん、ハス、ハスいっぱいあるし。あるね。そうそうそう。意外とね、過ごしやすい場所だよ。あら、もう箱いっぱいだった。やばい、シュルカーボックスもいっぱいになりそうなんだけど、二つ。ベッド、海底に捨ててきた、今。うい。もうベッドいらないっていうね。あ、こっちまだ入れるな。オッケー。いやーもうね、もう全レスした翌日にはね、もう採掘作業を始めてるっていうね。作業中。作業中だよな。いやでも作業中のマイクラたまに見るけどさ、うん、なんだろうね。やっぱそこまでに、にはなれないよな。規模が違うよな、うん。整地しますって軽く言える。そうそうそう。ポンって言って一箇所消えるような。うん。しかもさ、あれだよね、岩盤の高さまで掘ってるよね、大体みんな。そうそうそう。あの作業本当に楽しいか。ダイヤだけ残したりしてね。ああ、やってるよね。そういう人ってさ、ダイヤに困らないよな、めっちゃ。うん。採掘やるし。いいね。やっぱ湿地だな。持つべきものは湿地だね。狩り場。狩り場じゃん、ここ。よし。この普段からさ、エリトラつけるじゃん。移動の時とか楽だから。うん、で、エリトラつけて普段作業してるとさ、うん、たまにちょっと難しいダンジョンとか行こうとするとさ、うん、エリトラのせいで耐久力、防御力が下がってて、エンダーマンとかに殺されかけちゃうんだよね。怖いんだよな、最近。ネザライト装備が強すぎるからな。ね。昨日ね、ピグリンブルートに殺されたしね。で、アッキーは親切にも、俺が散乱したアイテムの目の前で消滅するまで見学してるっていう。律儀に拾わなかった。そう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 。いや、いいんだけどね、別に俺頼んでないから。頼まなかったからさ。しょうがないんですけど。そうそうそう、そうなんだよ。まあ。最近はさ、もう、新しいネザライト装備とかも、結構すぐゲットできるからさ。うん。なんて言うんだろうね、装備失ったがっかりよりも1時間かけて集めた資材なくなった方がダメージでかいんだよね。
ふうにね、マイクラをずっとやってると思考がちょっとずつ変わってくるんだよね、建築勢だと。建築に全てを注ぎ出すからね。そう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 。強いアイテムはまあ当たり前で持ってて、そうそうそう、まあそれを建築の資材集めのために生かすっていうのは、そういう感じよ。いいね、めちゃくちゃゲットできるじゃん。やばい、一瞬すぎる。すぐいっぱいになっちゃうな。いや、もういっぱいになったよ。どうしようかな。あと最近さ、うん、燃料として昆布がめちゃくちゃ優秀だってことに気づいて、そうそうそう、最近昆布でね、かまど使ってんだよ。昆布燃えるんだ。あのなんかさ、昆布ブロックできんじゃん、乾燥した。うん、あれがねめちゃくちゃいいんだよ。なんかさ、石炭ブロックって、うん、あ違う、ブロックじゃねえか、石炭1個で8ブロック焼けるじゃん。うん、まあ、焼けるんだけど、昆布ブロックだと1個でなんか100とか焼けるから、そのめちゃくちゃ効率いい。ちょっと寝ますか。あ、ベッド捨てちゃったな。あ、そうっすか。一回抜けるわ。いや、いいよ。あ、オッケーオッケー。安全だしね、湿地。多少敵いても負けないしね。負けないね。夜だとちょっと暗いな。一箇所金装備でエリトラ装備とかそういうことないんで。中沢くんの近く行っとくか。おい。全部さ、粘土取り尽くしてから帰りたい気持ちはあるんだけどさ、うん、もうボックスがなくて。どの辺にあるかな、と、あ、微妙な場所にあるな、なんか。何が？なんか一マスだけ粘土の場所あったから。あ、なんかあるよね、それ。てか粘土か砂かわかんないな、夜。確かに。ね、割とさ、そう、砂と見間違えるんだよね。よし。いいね。よしよし。よしよしよし。どういうタイトルで動画にするかな。ただ、粘土集めるだけだからね。ね、そうなんだ。作業配信でいいか、作業配信、配信じゃねえか。え、なになに、急に明るくなったんだけど。えと思ったら、そこが抜けてマグマ出てきたわ。小さいやついたな、今。小さいゾンビが。トライデントじゃねえや、なんだっけ、あの敵になってたわ。生意気だな。敵ゾンビになってたわ。生意気だわ。よし、いいね、余裕でアイテム溜まったわ。まだいけるか。シュルカーボックスあと一つぐらいあるから、はい、それ一緒に突っ込むか。そうだね。
洞窟あるな。まあ行かないけど。今ドラウンドとすれ違ったんだけど。生意気だな。強っ、アンデッド特攻の剣。ドラウンドってさ、うん、アンデッド特攻、水星特攻なのかな、どっちが有効なんだろう。どっちなんだろうね。ね。どっちもあるよね。ね。水星特攻って、ドラウンドってあれなのかな、どっちにもカウントされるとかあんのかな。うん。謎ですね、きっと。アンデッドだろうな、多分。水星特攻がおそらくガーディアンとかだけだよな。と魚とか。おい、ドラウンドじゃん。ノックバック強い。あれ、ストレージいっぱいになった。なったな。バグってんな、ここ。オッケー。めっちゃ雲の声聞こえるんだけど。よしよし。豚めっちゃいいんだけど、なにこれ。うまそうだな。ちょっと。食べ物欲しいんで買ってくるわ。おお、パンならさっき村でいっぱい持ってきたけど。あ、マジ？あ、確かに村いいよね。なんかたくさん、なんていうの、俵あるしさ。そう、たまにエメラルドとかも手に入るからね。あるね。いや、ちょっと待って、足場作りたいから蜘蛛の糸も取りたいんだけど、食料も欲しいっていう。めっちゃ中澤くんが吸収しきれなかった粘土玉落ちてる。あるよな。クリーパーとかいるね。いるね。今このワールド俺らしかいないからさ、脇が集中してんだよね、こっちに。そうだね。ちょっと松明でも焚いとくかな。おい、いいね、食料優秀。豚めっちゃおる。優秀だな、豚。家畜のプロじゃん。自ら食べられに来るってね、クリーピングじゃん。これ攻撃対象じゃないの、もしかして。うい、ドラウンド。これもう粘土集めじゃなくてただのゲリラ戦になっちゃったんだけど。粘土玉今シルカーにしまってるけど。あ、オッケー。多分ね、あとどのぐらいだろう。なあ、もうちょっといけるんで。収穫ボックス今どんぐらい、はい、半分ぐらいはあるよ。あ、じゃあちょっと入れますね。はい。で、あとストレージいっぱいになったら一旦帰ろうぜ。オッケー。うい、はい。めっちゃ雲の声するんだけどね。木の上かな。うい、うるさいんで退治してきます。どこだ？あ、いないわ。どういうこと？バグ。地下ねえ、洞窟あんのかな。あ、待って、めっちゃ広いじゃん。え、くっそ広い。うわ。いや、
こんなの、シルカーボックス全部持ってこなきゃやばいレベルで広いじゃん。足りない、足りないわ。あれ、メモしとこう。うい。あ、ちなみにあれだよ、メサ大地もね、俺座標メモしてあるんでいつでも行けるよ。4万ブロック離れるけど。水書がマイナス4449648882と言いました。これはね、多すぎるわ。これやばいね。ここもう攻略したら粘土いらないんじゃない？いや、その可能性はあるよ。いやでもあれだよ、恐れる流れだよ。これやっぱさ、4分の1になるからね。そっか、結局作り上げるとどうだろうね。足りるかな。意外と足りるか。ちょっとそろそろさ、蜂蜜とかハニカムも使いたい。うん、いいな。ね、新しいブロック使いたいよな。なんで帰り道、蜂の巣あったら持って帰るか。さっき蜂飛んでるの見えたけどな。マジ？いいね。あれでもな、シルクタッチじゃないと取れないんだよ。そう。しかも蜂に襲われるしね。やっぱ虫特攻必須か？蜂強いのかな。まあまあって感じ。スケルトンとかよりは強いよ。ほう。エンダーマンよりちょっと弱い。結構強いんだな。うん、感覚的にはね。ダメージ実際はどうかわかんないけど。あれ、なんか毒使ってくるからさ、フグとかと同じ感じで。それがめんどくさい。結構継続ダメージでかい。チーターだね、チーター。まあ、あとは個人的にちょっとやる企画としては、まあ、中ハウスのインテリアをしっかり作り上げるっていう。ああ。その内装をね、ちょっとずつしか進めてないからさ。そろそろ完成させたい。うん。一応ね、最上階に水族館を作ろうと思ってて。ちょっとできてたよね、片鱗が。そうそうそう。ただあれね、魚とかさ、名前付けとかないとデスポーンしちゃうから、うん、あ、そっか。その名札が必要で、まだね、あんまり進んでないんだよね。アッキーなら全部水晶って名前にするんだろうな。ああ、おそらく。確かにアッキーならそうつけるだろうな。どうしよっかな。うん、まあそろそろどんだけ集まったんじゃないでしょうか。あ、ちなみに俺さ、うん、今エンダーチェスト持ってるけど、なんか使う？え、エンダーチェストあるなら俺シルカーボックスいくらでも持ってこれるよ今。マジ？じゃあまだ帰んなくて済むじゃん。ちょっとよ、シルカーボックス4つか5個ぐらい入ってるからの。もういいじゃん、ちょエンダーボックス召喚するわ。エンダーチェスト。ではどこだろう、中澤くんを。あれ、さっき松明焚いたあたりにまだいるよ。オッケー。
じゃあちょっと召喚するわ。ペンダーチェスト。はい。あ、さっ、そっか、ちょっとゴミも入れてたから、そんなたくさんは置いてなかった。あ、オッケー。でも、空のがここに一つと。ちょっと待って、さっきの途中のやつに。ちょっとね、詰め込むわ。まだまだいけるじゃん、じゃあ。いけるね。いや、なんなら、こっちでさ、うん、かまどやって精錬作業すれば、この4倍の量持って帰れるよ。ちょっと別のもの入ってるけど、うんうん、ちょっとお宝系も入ってるシルカーボックスにも粘土詰め込めば。あ、オッケー。エンチャントの瓶じゃん。そう。エンチャントの瓶、丸以外に使い道ないからさ。前なんか、もらっても、普通に捨てて帰ってきたわ。ほんと。あ、いいじゃん。シルクタッチあるよ。シルクタッチ俺ないな。俺もね、まあ、1個だね。ほんと？あ、オッケー。うん。あ。シルカーボックス自分で回収して、あ、ちょっと1個借りてていいですか？あ、はい。さっきのでいい？あの。うん。あ、さっきのやつね、もう。勝手に俺のインベントリ入ってたわ。ああ、じゃあそれで、うん、じゃあちょっと一旦ね、エンダーチェスト回収するわ。はい、エンダーチェストに粘土玉詰めればまたさらに入れれるね。そうだね。よっしゃ、たっぷり持って帰るぞ。じゃあ、拠点まで一回帰って、もっと持っていこうかな、エンダーチェストじゃない。どうします？シュルカーボックス。まあ、あんま、遠い、いや、ちょっと遠いか。まあ、とりあえず、まだ結構余裕あるんで、持って帰るわ。はい。たくさん、たらふく。あれ？それでまあ予想なんですけど、はい、マシューとアッキーは多分そんな建築作業参加しないんで、うん、なんでちょっともう俺ら建築勢でね、ゆっくり上げようかと思ってます。いいね。俺自分のこと建築勢だと思ってるからね。ちょっといつもさ、資材集めばっか、うん、やりたくなってさ、建築あんまやってないんだけど。建築の方が楽しいからな。そうそうそう。俺ね、なんかあの、小さい建物っていうより、巨大建築をたくさん作るのが好きなんだよな。うん、わかるよ、それは。そうそうそう。だから中ハウスとかもそうだし、ああいうのは結構ね、真面目に作ってんだよね。まあ、中ハウスはあの屋上のロゴのダサさをね、あえて残すっていうね。英断で。英断で、あれ全然壊すのもね、難しいことではないんだけど、まあ、なんか良さげだったんで残しました。よし。今収録何分ぐらいになってっかな。まだ30分とか。そうじゃない。ああ、そうだね。まあ40分か。ちょっとまあ、じゃあ一回切っちゃうね。はい。